さん、一宮だ。久しぶりだ、動画的には久しぶりなんですけど、実はね、動画を撮ってないところでは、普通にビュンビュン素通りしてますからね。全然久しぶり感ない。なんだ、今週2回目ですもんね、一宮。実はね、廊下回してないところに来てるんだ。アイバスだ。これと、この美人、なんだったっけ、富田支店か。もうちょっと行かないといけないな。ビザ信用金庫ね。チョコレートの萩原支店とかも出てますからね、今。ね。からもうちょっと、一つ中の方からこう、くぐっていく感じなんですよね。ならね、なんとでも行き方はあります。一応腐っても元地の宮市民なんでね。さすがにね、この辺りはめちゃくちゃ、全然お筆も何回も走ってるところなんで、よいしょ。曲がっとこうかな。そろそろ、あっちの方に、国道沿いの方に出といた方が、いいかな。よいしょ。さすがにちょっとこの辺りをね、飛び出しとか注意しながら、ですね。これ小学校だっけな。何小だっけ。あ、これ小学校だ。お越しですよ。さてと、プラスチック樹脂の加工で鉄工所って名前なんだ。それはそれで珍しいな。多分ここは副車専用ネットを間違えてない、ここの信号は横断歩道だけなんですよね。よいしょ。あれ、ここ巻き手を取ったんですか？よいしょ。今あれですからね。一本道間違えてたわけじゃないですからね。あっと思いましたけど。あっ。手前やったなーって。しょうがしょうが、見られるのかなーって。よいしょ。これで、ね、お越し街道。だよな。合ってるよな。で、スタート。まあ、今、市街地の方面に向かってますよ、というところなんですけどね。よっしゃー。表から出て、あ、そっか、でも表から出てる人いけねえな。あ、タックメイトまだ残ってんな、こっち。四日市の方面も一時期できたんですけどね。全部なくなっちゃいましたけど。一瞬ワッとできて、ほんと、一年ぐらいで、立たずにさっと切れなくなりました。ここストアが、ファミリーマートに
合併されたときにね、一部がタッグメイトに切り替えたんですけど、結構あっさりとなくなってしまい、あれでもこれ、これ、ここまで来たらダメじゃんな。あ、そうだ、インターもね、できるじゃん。あれ？これなんで山頂通り？あれ？これダメだ。俺行き過ぎてんじゃん。つい、忘れとったな。俺、高速乗ろうとしてたのに。普段あんまり、こっちから高速乗らねえから、普通にスルスルーっていつもの感じで、ふらふらーって来ちゃったけど。ダメじゃんね。待てよ。待てよ。こっちからだと、どこからインター入れんだったっけな。右に入ってないとダメか。右だよな。あれ。あれれ。まっすぐに入れたっけ。これ、これ、結構ね、レーンの駆け引きが激しいですからね。行くね。好きや。花火できた？あれ、これとかで有名な花火できてんの？東海北陸、あー、いた。まっすぐでインターあるわ。よし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 。いや、女子、ここす、まあ、飯食うよね、みんなは。そら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 大丈夫だ。よいしょ。まあ懐かしい、初めて行ったどんどんはあそこだったな。だいぶ店変わったけど、内山高校できてるじゃん。さあ、ここだけだ、高山方面。よっしゃ。わーお、詰まってんね。なんで？なんで？電話、結構ちょいちょい使ってたな。懐かしいの。ここを曲がればいけるんだよな。よいしょんと。OK。OK。これで東海北陸道に乗れますよと。自然よ、この先高速道路。Let's go highway! そこか。Let's go highway! さあ、ここはね、高速使っていくとね、だいぶ速い人ですからね。ちょっとロスったな。うん。お、出た、一宮タワー。まだ行ったことない。一宮市民の間にいつか行こうかな、一回ぐらい行っとこうかなと思っとったけど、結局な。
わざわざ行くのもなーってなって、行ってなくて、そっから旅館地に帰ってきて、いつか行っちゃいなーと思いながら、結局わざわざそこに行くのもなーっていう、感じで、結局行ったのが一宮タワーですね。138メートルなんですよね。一の宮で、語呂合わせでね、138メートルのタワーを作った。138メートルなんでね、めちゃくちゃ高いだろうっていう感じもねえし、もう、うんっていうふうになっちゃうね。しかも、あの、一宮でも、めちゃくちゃ端っこの方にありますからね。岐阜県から、